それは痛い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 痛 い, いやそれはわざとトルネードです。痛いって顔じゃないんだけどな。全然いけますね。さっきのバキバキ硬いっていうのはいい感じですね。ハリケデンからこんにちは、ビオリ。今日のモデルのナスです。8週ぶりの限定ということで、まあ、8週だとですね、僕の動画出てますけど6月はもう最悪だと。最悪です。全部、はい、背中もそう、6月私は生きてません。頭痛もぐちゃぐちゃだったぐちゃぐちゃ。今日全体メンテナンスでもうひどいんで1個の動画で収まらないんですよ。なんでここ周りをする治療等もしてますけど、まあ、これからね施術していくんですけど、腰背中もやばい、うん、ダメですよ。私今今日久しぶりだから浮かれてますけど、めっちゃ元気ないですから本当は。なるほど。ここはすごいなんか膜張ってるみたいに、なんて言うんだろうな、なんかもうカブトムシぐらい硬いなるかつメキメキカブトムシのあの羽ぐらい硬い感じ。残念な虫嫌い。でもあの感じですよ。あの硬いんですか。硬いですよ。でもなんかほら薄いけど硬くて、あとちょっとでどうにかなるみたいな。嫌じゃないですか。それそれ。質感がもう。私今日はカブトムシです。カブトムシ背中そう破壊しましょう。じゃああの私も甲羅を取ってほしいと思う方コメント欄に書いておいて、羽ぐらいバキバキっていう方ちょっとコメントに書いていただいて、まあ、なんかカブトムシエピソードあったらぜひコメント欄に書いておいてください。虫エピソード、動物エピソードありましたらユーモアな感じを書いておいて、あのちょっとグロいのちょっと、ね、NG で、はい、ぜひ書いておいてください。それではゴー。じゃあ腰足ですけども、手を合わせてもらって右左やって腰の大きく見てみましょう。あー、あー今日は左です。安定のバキバキですね。左です。はい、ではこちらに立っていただいて、あれかな、大顔を引いてもらって、こう肩幅ぐらいに足立ってもらって反ってもらいましょう。いきますよ。上左肩めっちゃ痛い。肩が痛い。ダメだ、肩痛いや。反ってないですよ。前に向いていただいて、はい、いつものあれですか。あれします。まず前に上げの、はい、はい、横です。右をカエルみたいになってる。ちょっとなんか姿勢がおかしいですね。ゆらゆらしてるか。こっち見て反対側どうですか。ここは横が90度まで上がらないです。ここが今痛いです。こんな感じですね。これ、十一円で回転できます。一番超簡単のコースでいきましょう。右の人差し指と親指の間のこのね、付け根のこう十円半です。女性は右、男性は左です。ここに5ミリから1センチ以内離れたところに1円を入ります。これです。向こう側向いてもらって、反ってみましょう。向こう、はい、わかった、いきますよ。あいけますね。はい、いけますね。じゃあ股関節の動きどうですか。なんか納得いってないけど。あ、悪いじゃないですか。変なくの字になってないですね。上がってますね、うん、さっきより上がった。姿勢いいですよ。ちょっとね、外して元戻しましょう。うわ、怖っ。あー、なんだろう、本当にずるいな。ゆらゆらしてる。なんかゆらゆらしてきました、ね、なんか、こういう、うん、なんだろう、くねってな、なんだろう、バランスが取りにくくなる。うんうん、骨盤整えますから、ぜひやってみてください。はい、では、まあ、ボロボロなので、ね、ちょっと、うん、しっかり整えていきましょう。はい、それでは腰周りのおけつを先生板まで取っていって、でそして針で仕上げていきたいと思います。うわー、つまれた、はい、ということで、ね、ちょっと肩甲骨やってみますけど、大丈夫ですか。大丈夫、ここですから。そこっすね。いやー、そこっすねって。そこっすよ。
大丈夫ですか？大丈夫ですよ。え？あ、てか左は普通に気持ちいい。マジで。なんかマッサージされてる。うん、左気持ちいいです。左肩。あ、でおかしいな。本当？あ、レベル上げた。これやばいでしょ。あ、でもちょっと痛い。痛いんだ。うん。これは結構なたこ焼きが。本当ですか？これ大丈夫ですか？すごいな。いや、下の方が痛い。あ、横痛い、横痛い。なんでわーってそんな余裕で、これだいぶ知ってますよ。大丈夫、事件ぐらいですよ。え、事件ぐらい知ってました。事件すごいな、ここまで吸えるんだって。ほんと大丈夫ですか？あ、でもやっぱ左の方が凝ってるからかな、右の方が痛かった。あれ、何それ淡々と分析してる。いや上の方はね気持ちいいですよ、本当に。ダメなやつですよ。むせてしまった、ダメなやつ。そう、そこめっちゃ気持ちいいです。ここ横はちょっと痛い。そこ気持ちいいです。あ、そこ上いいですね。リクエストが、うん、なんかやっとほぐされてる感がある。やっと、うん、背中に、うん、はい、座れた、うん、大丈夫ですか？うん、大丈夫。やばいですよ、横。あ、カーも言って取れた。大丈夫ですか？はい、ゆるいな。大丈夫です。余裕ですね。座れた。あ、めっちゃ吸った。動かないよ。それは痛い。痛い。あ、下の方痛い。これ事故ですよ。事故ぐらい吸ってます。うん、最初分からなかった。あ、でも右の方がやっぱ痛い。やいやー、それはわざと。トルネードです。これ痛いっすか？でもそれ痛いっすよ。痛いって顔じゃないんだけど。あ、それ平気だ。あれあれ、まあまあ吸ってますよ、これ。ただ肉のだけじゃなくて、いやただの肉って言っても肉吸ったら言ってんですよ。僕これ転げ落ちますもんだって。止めてるのに止めても平気なんだ。うん、まあまあ、まあ、痛いは痛いけど。全然余裕な顔ですね。痛い痛い。それは痛いよ。うん、痛いけど動かないよね。止まっちゃうんですよ。ジタバッ出するのよっていうぐらい足が普通は動くんですけどね。あんまり動かないですね。これ誰でしたっけ？コメント欄も書いておいてください。最近は通学ルゼですね。全然わかんないです、ね、いや、腰、背中で吸い上げていって調整していきます。背中、腰、よいしょ、来ちゃいました。うわ、それでは腰背中ですね。吸い玉を取って針をしていきます。あ、これやばそう。では針をしていきます。キープします。10分お休みいただきます。はい、10分お休みいただきました。はい、取っていきます。ビングってなりましたね。はい、では何動きましょうか。では手を壊すですね、右台、腰ですね、まあ、はい、おめちゃめちゃいきますね。はい、では立っていただいて、向こう側に肩幅ぐらいで吸いましょう。全然いきますね。さっきのバキバキ硬いっていうのはいい感じですね。
はい、では前に上げの、はい、いやあ、いいじゃん、いいじゃん、この姿勢が全然違いますね、うん、余裕だもん、うん、そうね、うん、ってなってた、じゃあ反対は、うん、どうかな、綺麗、めちゃめちゃピシッと、うん、いけるいける、骨盤も届きますね、はい、よかったです、はい、腰、足、バキバキの場合ですね、こういった施術を受けていただくとすごく良くなります。今回動画ですね、本地法っていう全身調整の方がカットされてますけども、全身調整もしていますので整うわけですね、根本改善をしていくこの治療をですね受けてみたい方ですね、うちの院はここ銀座院と横浜元町院がありますね、外来からお問い合わせいただければと思います。またですね、こういった施術できる先生方です、全国に100人ぐらいいますので、概要欄からお問い合わせいただければ、ご紹介できますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。また最後にですね、このチャンネル見ていただいている方も8割、9割、まだチャンネル登録いただいてないので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで、腰、足、どうでしたか？足、足。グラグラしないと立つのが楽です。はい。素晴らしい、いただきました。ということで、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。なんかカブトムシエピソードあったんで、ぜひ、動画で書いていて、僕は小3まで触れなかったんですけど、あ、逆にですか、ね、小4ぐらいから触れるようになって、中学生ぐらいまで触れなくなって、大人になったら逃げますね。なんかね、なんで大人になるとダメなんですかね。めっちゃ怖いじゃないですか。小学校の時大丈夫ですよ。勝ってますね。勝ってました。勝ったの？勝ってましたよ。結構、ここまさか。なんか、いろいろ勝ってました。スズムシとかも。うん、トカゲも持ってきた。持ってきた、うん、そこら辺にいたやつ。